静岡ホビーショー2024ショーアップブースに来ました。今日はね、土曜日の一般公開日ということでめっちゃ人がいます。ということで、あおはようございます。あ、おはようございます。いましたね。取り合ってます。はい、マッキーワークさん。こいつ取ってないです。ありがとうございます。というわけで、すみません、去年に引き続きちょっと、ショーアップブースさん軽く、紹介してもらっていいですか。ありがとうございます。今回なんかイベントやってるんですよね。そうなんですよ。ラジコンの、まあ、ボディ専用の塗料っていうわけじゃないんですけど、ラジコンも塗れますよっていうところで、今回ユーザーさんから、写真募集して、で一次審査で選ばれた20台が今日ここを展示させてもらってます。来場者の方に投票してもらって、じゃあ人気投票なんですね。そうなんですよ、はい、でなんとグランプリ10万円おお現金現金はい現金現金か小切手かなんか知らんけど、ペイペイかもしれないです。10万円は結構ちょっとでかいでしょ。でかいですね。はい、やっぱりラジコンのボディとかやっぱ塗ったら見てほしいじゃないですか、ね、塗る人ってペインターってなんかそういう舞台を作りたいなっていう、僕のチャンネルで企画してたんですけど、そういうことね、はい、ちょっとなんか乗っかってもらったんで。自分は出してないんですか。僕は出してないです。できるやつになる10万円欲しさに僕自分の選びますよ。それは許されませんね。はいはい、はい、ちょっと映って、はい、じゃあ1番からいきます。はい、1番から、はい、はい、というわけで、RC ドレスアップコンテストという名前で、はい、そうです、はい、で、ウェブで20台募集されたってことなんですね、はい、これね。一応一次審査っていうのがあって、はいはい、そこにパスされた方が今回、はい、じゃあ画像検査というか、まずそこで審査があって、そうなんですよ、はい、で、勝ち残った20台、ね、20台、はい、もう、いや、マジですげーのしか残ってないですね。いや、そうでしょう、はい、ね、じゃあちょっと1台目、こちら、はい、これは86です。 GR86。 そうですね、アディクション製ですね。あ、はい、はい、パンデムの GR86。 はい、はい、わ、これもなんか屋根とかすげえな。はい、はい、これはまあ D1 とかにいそうな雰囲気の。そうですね、はい、ちょっと AC な感じで、ホイールまでね、綺麗に塗ってますね。あ、ほんまや、はあ、かっこいい。はい、はい、なんか輝きが違いますね。そうですね、はい、はい、じゃあね、ショーアップカラーはね、染料じゃなくて顔料っていう、はい、はい、を使ってるんで、発色がね、あ、そうですね、良くて、あの、色褪せしてこないっていうのが特徴。ちょっとなんかもうみんな色目が違うんだけど、これがカメラで伝わってるかどうかって感じですね。はい、本物見るとすごいですね。はい、はい、というわけで、はい、2台目はこちら、はい、セルシオですね、はい、珍しいボディですね。またなんかちょっと悪そうな、ね、やんちゃそうな雰囲気ですね。はい、でこれはなんか内装もすごい作り込みになってますね。内装もショーアップ、いや、ショーアップじゃないや、はい、これカットやな。カットカット、はい、はい、いや、内装の作り込みといえば、まあ、マッキーさんもお得意ですけど、恐縮です。これもまたすごいですね、はい、へえ、こういう楽しみ方もありますよね、はい、あ、なんか竹槍があります、竹槍が、はい、こういう車今でも走ってるんですかね。いや、どうなんですかね。わかんないです。大阪では見ないです。はい、はいはい、で次、はい、3台目はこれポルシェですね。はい、パンドラさんが出しているポルシェですね、はい、あの後ろとか 3D プリンターで、あー、はい、リアルに作ってる、あれですね、 RWB の、はい、そうですね、これまたあの渋い艶消しで、はいはい、この方かなり有名なペインターさんで、はい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 、関東ではこの方に頼む人が多い感じですね。ズンズンさんって言います。ズンズンさん、はい、いや、かっこいいな。これってマスキングでやってるんですか。マスキングですね、はい、マスキングですね。ちょっとみんな手先の器用さが異常だな。そうですね、すげえな、はい、あ、やれよ、ダンス、はい、じゃあ次ナンバー4、はい、マッティさん、はい、FD ですね。はい、そうですね、あれ、これはタミヤ製ですね。あ、タミヤ製だ、はい、はい、今回も車種とかメーカー何でも OK なんで、そこはもう何でもいいんですね、はい、お、なんかお姉ちゃんがいます。お姉ちゃんが、はい、お姉ちゃんいますね。へー、はい、いや、なんかこれはこれでなんかセンスがすごいですね。そうですね、なんかそのなんかなんかか な, なんていうんですか、あれ、インテックス大阪とかで、あ、あれに出てきそうな、はいはい、そうですね、はい、モーターショー、はい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 、はい、ナンバー4、はい、じゃあ次ナンバー5、はい、86ですね、86ですね、トレノ、
はい、これはねネオンカラーって言って、これ蛍光色ですね。あ、ショーアップさんの結構特徴でもある、はい、こうやって台数並んだ時に一番目立つんじゃないですかね。あ、色目がね、はい、こうパリッと、確かに、うん、オレンジとかピンクもすごい発色するし、あ、でなんか微妙にグラデーションかかってるんですね。そうですね、グリーンからイエローに、はー、この辺もこだわってありますね。あ、なんか俺イロハサキとのこんなおじさん見たことありますよ、これ。ありましたね、はい、色点、色点色点で、ね、はい、色点います。はい、まあ、ちょっと帰りに寄れたらなって勝手に思ってるんですけど、はい、僕月曜日寄ります。あ、そうですか了解です。じゃあ、はい、お次は、はい、はい、こちらワーゲンバスですね、はい、ワーゲンバスですね。目つきが可愛いです。はい、これは、あ、モンスターエナジーなんだ、これ。そうですね、これちょっと後ろもね見えないんですけど、はい、後ろねファンつけてなんかブワッジェットが出るようになってる。なんかいるわ、はい、はいはいはい。じゃあドラッグレース的な感じで、へ、ね、はい、はい、これはタミヤのワーゲンバス。あ、カットしてトラックっぽくしてるんですね。そうですね、へ、かっこいいな。こういう楽しみ方もありますね、ラジコン。はい、じゃあお次、はい、クラウン。クラウンですね、これも、はい、はい、塗料はワンドロップキャンディって一番使いやすいね。はい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 、はい、裏打ちシルバーでもいいし黒でもいいし白でもキャンディっぽくなるっていう。このキャンディカラーになるんですね。はい、へえ、はい、手軽にキャンディが楽しめるっていう塗料です。はい、太郎ちゃん、これは鉄人さんのボディですね。はいはいはい、はい、へえ、いや、こっちチャンバーすごすぎませんかこれ。はい、もうこれで走るの。普通っす、普通っす、これ走るの。はい、普通っす。45度くらいありますけど、普通っす、大丈夫ですよこれ。普通っす、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお次、はい、お、Z30、 はい、タクチチさんです。はい、これは ABC ホビーさんかな。あ、はいはいはい、違う、どこだろう、どこだろう。 ABC ホビーだ。あ、 ABC ホビーさんね、はいはいはい、ワンガンシリーズな。あ、これも渋いですね。はい、色がね、ちょっとラムネっていう色なんですけど。あ、はい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 、はい、ちょっと懐かしさもある色ですね。そうですね、これも同じね、ラムネっていう色なんですけど、はいはい、裏打ちに何を当てるかでちょっと表情が。あ、はい、ほんまや、はい、あ、この辺はあのペインターさんのさじ加減というか。そうですね、はい、はい、ホットウィールズなんでちょっとアメリカンな感じもあるし ね、 ね、はい、オシャンティーにしてます。はい、ありがとうございます。じゃあお次、はい、9番はユーホさんっていう方ですね。はい、これは FD、 あ、 FC だ、 FC、 FC だ。これどこかな、不明って書いてる。はい、不明。横もかな。ああ、はいはい、横もそう、はい、ちょっと分かんないけど、これもまたトローの色の発色がすごい、ね、同じワンドロップキャンディってシリーズで、はいはい、こういうシリーズの、はい、ちょっとね至近距離で撮ったらキラキラってしてる。あ、はいはいはい、シルバーのギラギラってしてるのが、はい、なんかこれ割とこういう色手軽に出せるんですか。そうです、そうです。はあ、これかっこいいですね、色がね。キャンディってやっぱ綺麗に均等に塗らないとムラになったりするんですけど、はい、それをもう、まあ、適当って言ったらあかんけど、さっと塗っても比較的簡単にこれが出せるんですね。へえ、はい、ありがとうございます。はい、お次、はい、これはヒロノファクトリーさんという方、はい、アディクション製のフェアレディ Z ですね。はい、タンデムフェアレディ Z、はい、あ、最新のそうです、ね、ここエアローついてるやつですね。そうです、パンデムのエアローついてるやつですね。はい、なかなか出っ張ってますわ。はい、これもそのキャンディーカラーっぽい。そうですね、これは、うん、これもキャンディーなんですけど、はい、シルバーかな、白当ててんのかな、ちょっと分からない。白っぽいな、裏、はい、これはなんかちょっと和風というか、そうですね、U のテイストが入ってて、はい、いろいろやってあります、ね、はい、かっこいいですね。にじにじってこのレインボーになっているのも、このショーアップの塗料の。あ、はい、本当だ、にじになってるわ、はい、究極レインボーっていう結構特殊な塗料があって、はい、こんな感じで使いますね。上手にやってはります。うめえな、さすがですね。はい、はい、はい、ということで Z でございます。じゃあこれもう1回、はい、これがさっきから言ってるワンドロップキャンディーってシリーズで、ああ、この塗料ね、はいはいはい、全12色、24色、全12色で、はい、でね、普通のキャンディーと違ってちょっとこうギラギラってした、はい、ほら、あ、はいはいはい、メタリックというかパールパール成分が入ってるんですよ、はい、これで反射させてキャンディーっぽく見せてるっていう、はい、で裏はシルバー出てもらってもいいし、ブラックでもいいし、ホワイト当てるとちょっとソリッド寄りなキャンディーになるしっていうところで、まあ、その辺はあれですね。そうです、あのマッキーさんの YouTube で詳しく解説されてます。ありがとうございます。はい、じゃあというわけで、 あとね、これこういう感じで、はい、あの投票、はい、ありがとうございます。
されてるんで、はい、これが10万円に近づくわけですね、はい、これが増えると。そうなんですよ。10万円でかいな。そうなんですよ。はい、お客さんも見てます。はい、じゃあこっち戻ってきて、はい、恐縮です。はい、11番、はい、これはタミヤの六輪ですね。ですね。こういう、まさかこの中にこれが来るとすごい目立ちますね。はい、そうですね。あの応募来た時ビビりました。ですよね。かっこいい。あ、すげえ、なんかオーバーフェンダーがついてる。ほんまですね。あ、なんかマッドマックスみたいな、なんか何でもなぎ倒しそうな感じ。はいはい。かっこいい。やっちゃってますね。ポリス、こんなポリスいるんですか。いるんじゃないですかね。日本、海外にはいるらしいですけど。はあ、アメリカのこういう、はい、あ、スワットだからそういうのがいるのかな。やっぱこういうところがラジコンのね、ね、いいところですね、はい、楽しいところですよね。なんか中も結構かっこいいな、はい、やっちゃってますね。これでドリフトできるんで、できるんじゃないですか、ね、多分できるでしょうね。できるんですね、これね、はい、こんなドリフトタイヤがあるんだって感じ。あるんですね。へえ、いや、これはなかなかかっこいいですね、はいはい、ボリュームがあって。おかしいな、タミヤの場所もうちょっと平和な雰囲気だった気がするいや、そうですか ね、はい、はい、というわけでバスで、これは、はいはい、タミヤの6輪でしたということです。はい、こちら次は、はい、キケケさんナンバー12番、はい、リクションのスープラ。これも同じにワンドロップキャンディー使ってくれてありますね、はい、これはちょっと、はい、こっちの輝きといい、こっちの虹色、さっきの、はい、大胆にボンネットに、これすげえやばくないですか。映りがやべえですね。カメラでもすげえ出てます、めっちゃ出てますね。出てますね。すごいすごい上手です。はー、これ僕でもこんな色出せるのかな。出せます。出せる、はい、もう普通に拭いてもらって、はい、裏打ち黒でいくだけなんで。おお、天井も変更色のマジョーラカラーって言って、はいはい、あ、紫とかオレンジとか角度で色が変わるってやつですね、はい、青とか入ってるやつですね。すげえなー、すげえなー、はー、いや、ありがとうございます。スープラかっこいいですわ。かっこいいです、はいはいはい、お次こちらも、13番タラッパさんですね、はい、これもワンドロップキャンディーですね、はい、皆さん、はい、多いです。GR86 使いやすいワンドロップキャンディーです。はい、はいはい、色目がすごくて、はい、これは実写のレプリカ。そうですね、斉藤大吾さんの、あ、はいはい、モデルですね。ですね、はい、で天井もこれマスキングでカーボンパターン、シートじゃなくてこれマスキングなんだ。これ、はい、これまた、クローム系の塗料でスパッタークロームっていう製品があるんですけど、はい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 、それを拭いてあと黒で裏打ちするだけで、ーはい、カーボンも表現できますよということですね。これって全部四角く貼って全部剥がす。そうです、もちろんもちろんです。で塗ってまた剥がしてを繰り返す。そういうことです、はい、いや、みんなすげえな、ね、手間が。僕もよくやるんですけど、はい、夜中の3時にそれやってるとね、俺何しに生まれてきてんやろとこうピンセットでずっと。いや、結構楽しそうにやってそうですけど、はい、僕歌いながらやってますいつも。いや、ありがとうございます、はいはい、じゃあお次は、はい、14番、K シェパードさん、はい、タミヤのマスタングですね、はい、僕もこのボディを作りましたけど、はい、あ、かっこいいでしょ。ありました、はい、僕持ってます。かっこいいです。これもまたこの独特のカラーリングですね。この方はちょっと上級な感じで、はい、今までのワンドロップキャンディーじゃなくて、うん、キャンディーの塗料の原液っていうのを使ってますね、うん、で原液をクリア塗料に混ぜて使ってますね。特殊な使い方してます。は、はい、ちょっと使い慣れてはる感じですね、ここの塗料、はいはい、へえ、いや、もう色使いといい、この柄といい、やばいですね。はあ、はい、あれだな、マスタングです。マスタングです、はい、お次は、はい、15番は SGWR さん、はい、これはアディクション製のファンデム GTR35、はい、これは一見ちょっと渋めの、渋いですよ、ね、はい、このマジオラで変更塗料ですね、はい、あ、なんか微妙にハニカム模様が入ってます。そうなんですよ、めっちゃ細かい、はい、多分マスキングでクリア塗料で型つけてる感じですね、はい、すげえな、一見分からんけど、はい、近づくといろんなことやってる人多いです、ね、はい、これも綺麗にボンネットカーボンパターンで、はい、さっきのエアロでね、すげえな、なんか本当実写のエアロ。これは意外とね、はい、マスキング斜めにピーって剥がしていけるんで、これはいけ、そっか、あのさっきのさっきのは一枚ずつ剥がすしかないけど、はあれですけど、これはあの一列で剥がせるんだ。ピーけるんで、あ、はい、いや、まあまあでもこれもかっこいいですね。いや、綺麗でしょ。へえ、はい、ちょっともうちょっと明るめのシルバーでいってもいいし、はい、色をつけたカーボンもできるし、あ、はい、色々できますね。ちょっとマメな方はそういうマスキングもトライしてください。はい、僕は無理だな、これ。あ、僕も無理です。
はい、というわけでお次は、はい、16番は、はい、キュリオシティのナガンキーさんですね、はいはい、これアルファロメオ、ジュリアだ、はい、タミヤのボディですね、 M シャナシーのボディだね、これ全然アルファロメオ感が薄、そうなんですね、おお、かっこいい、なんとワンドロップキャンディー全種類使ってはるっていう、12色使ってるってことですね、12色、はい、へえ、これ完全に狙いに来てますね、狙いに来てますね、狙いに来てますね、はい、狙いに来てますね、10万円取りに来てますね、この方かなり達者な方ですよ、はい、はい、いつも、もう本当だ、はい、もうなんかもう色目がね、あ、めっちゃ取りに来てますね、これ狙ってきますね、はい、へえ、はい、アルファロメオじゃん、はい、僕この前実車これ乗ったことあるね、あ、そうなんですか、おめっちゃ楽しかったんですけど、すげえな、だいぶアルファロメオ感がないね、あ、そうなんですか、いい意味でね、あ、かっこいい、はい、ありがとうございます、はい、はい、お次は17番はゆうきさん、はい、これは柴田さんのボディで、はい、はい、1号シルビアですね、1号、このワンドロップキャンディのシリーズのグレープっていう色です、おー、はーい、はい、で、まあ、このドット柄が、はい、これ、ステッカーで仕上げられてますけど、はい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 、細かい作業ですね、これも、はい、これマシンで切って貼ってるのか、1個ずつ貼ってるのか、どうなんですかね、でも1枚もんじゃないから1枚ずついってますよね、ああ、そうですかすげえな、いや、なんか、はい、みんな暇なんですかね、暇なんじゃないですかね、これ手間もすごいけど、紫きれくないですか、ねえ、色もね、なんか上品な紫って感じで、はい、いや、かっこいいです、はい、あ、やるな、じゃあお次18番は金秀さん、はい、これはアディクションのパンデム Z ですね、はいはい、これはなんかちょっと渋いというか渋めで、ねえ、はい、このワンドロップキャンディーと、そのディーバキャンディーっていうシリーズがあって、はい、パール成分が入ってない感じのキャンディーがディーバキャンディー、はいはい、なんかただの黒じゃん、輝きがなんか違う感じが、ね、そうですね、はい、へえ、で、赤のところがその、ワンドロップはそのさっきみたいなギラギラってしたラメラメみたいなの入ってるんですけど、ね、はい、ディーバキャンディっていうのはもう完全な半透明の塗料になります、よりつるぬるってしたキャンディ、そういう色目なんです、あ、そうですね、言われてみるとちょっと半透明な感じがあるんですか、へえ、これもこれも細かいことやってます、ロックコードのステッカーがひたすら貼ってあるという、はいはい、かっこいいな、その辺のロゴとかも綺麗ね、細かい作業してありますね、あ、はいはいはい、はい、みんな暇なんですかね、これ暇なんじゃないですかねはい、これもちょっと実写系でかっこいいですね、そうですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、19番はボストークマサさん、はい、これパンドラ RC の ER34 4枚ドアの34ですね、はい、34ですね、はい、はい、これもワンドロップキャンディーの2色使ってありますね、アップルとマンゴーとこの辺グラデーションしてはるっていう、ね、あ、こちらがマンゴーなんですね、はい、で、そのレインボーでキラキラと白当てたらそんな感じですね、あ、ほんまや、はい、はいはい、はい、これもシンプルですがデザインまとまってると思います、ね、はい、このエンジョイスマイルカンパニーさんっていう人、僕個人的に知り合いなので、あ、そうなんですか、はい、お世話になってるんで、喜ぶんじゃないですか、これ一押しです、はい、スマイルカンパニーさん、はい、ボストークマサさんですね、はい、いや、いいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、お次ラスト、ラスト20番ハマちゃんさんです、はい、これどこのボディやろ、不明って書いてますね、パンドラさんかな、パンドにめっちゃ、パンドラ S13、 パンドラさんっぽい、はい、はい、これもワンドロップキャンディーですね、はい、結構何色使ってるかな、実はこの方ね、はい、全部塗装なんですよ、これ、あ、ロゴ塗装、ステッカーじゃなく塗装なの、これ、はい、暇なんですかね、暇なんじゃないですかね、これ絶対暇ですよね、いや、これはね手間かかりますよ、はい、で、上はちょっとにじにじのギラギラってしたのが入ってますよね、はい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 、これが、ファントムオーロラスペースって言って、おさっきの究極レインボーのちょっと目の粗い粒子の粗いレインボーですね、はいはいはい、ちょっとその輝きの感じが違う、はい、変わってくるんですね、ラメラメな感じですね、おいや、素晴らしい、かっこいいですね、はい、ありがとうございます、じゃあというわけで、はい、全20台いきましたけど、20台いきました、はいはい、さてこの中で、はい、あ、投票してますね、はい、ありがとうございます、何番に入れてんのかな、はい、10万円誰になるか、日曜日のお昼発表でしたっけ、はい、日曜日の、12時に投票締め切りまして、はいはいはい、発表は13時発表となってます、じゃあまあ、あの帯賞来られた人はね、ぜひここに来て投票してください、はいはい、お願いします、はい、ありがとうございます、じゃあ、はい、
ドレスアップコンセプトはこんな感じで、今回ボディとシャーシをお借りしました、はい、去年の RCDC、はい、e ドリフト全日本のチャンピオンの石井亮選手、はい、彼のボディとシャーシオーバードーズのガルムですね。ちょっと中身見えないですけど、はいはい、です。これボディめっちゃかっこいいんですよ。もちろん塗装はマッキーです。さすがです。すいません本当はこっちに並べたかったんです、ね、いやいや、デキレースになる。ダメダメ。というわけでこちらはマッキーさんが塗装した、はい、まあ、全日本チャンピオンボディと言っていいですね。はい、チャンピオンボディですね。で今石井選手は今 今日はね、たまたま D1 ライツの奥井吹き、はいはい、あ、奥井吹きなんだ、はい、そう言ってまして、はい、お借りしてます。昨日予選、はい、初日で6位で予選通過してるんで、今日ね追走すると思います。じゃあもう来年は D1 確定してます。 D1 ドライバー確定じゃあ、そばぎり選手とのラジコン対決が見られるんですね。20歳ですよこの野郎。何ラジコンでチャンピオン取った後、はい、D1 の世界も駆け上がっていく感じで、すげえ素晴らしい。まあでもラジコンやってると実写も上手くなるって感じですか、ね、ですよ ねやっぱこう俯瞰的に車がどういう動きしてるか見えるっていう、はいはいはい、はい、そうさっきも話してたけど、あの、ね、お客さん目線のイメージも湧くって話なんですね。審査員とかお客さん目線。ああ、そっかそっか。もう D1 やっぱ見せる競技なんで。そうです、ね、はい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 、いやかっこいいな、はい、はい、というわけでこちらもねマッキーさんの力作ということで、はい、全てショーアップ塗料を使ってます。そういうことですね。はい、はい、まあ、こちらはマッキーさんの YouTube 見てくださいということで、はい、恐縮です、はい、ありがとうございます。これ僕のそう個人的に僕のやつ。はい、というわけでこっちはそういうね他の展示も何台かあるという感じで、はい、はい、あ、こういうね蛍光塗料もね、はい、今回新しくやった、はい、あ、これ新色なんですか。はい、ブローって言って蓄光塗料。あ、はいはい、あ、そういうこと。ちょっと説明してもらいましょう。 UV 当てて光らしてるんですけど、はい、光を吸収すると、真っ暗なところが暗闇でもこう光り続けるっていう。ああ、本当だ。これしばらく光を貯めといてって感じ。3時間ぐらいずっと光ってくれます。暗闇で。はい。あ、そうか、ブラックライト当ててというのじゃなくて、もう蓄光なんで。太陽光でもいいし、蛍光灯とかの光で、はいはい、吸収してくれて光ってくれる。これは普通にエアブラシで塗れる感じなんですか。塗れます、塗れます。従来のやつってね、結構荒くて、はい、こうなんか塗るとボテボテになったりとか、筆で塗るようなやつが多かったんですけど、はい、これエアブラシで塗っていただけるような粒子の粗さにしてるので、結構扱いやすいサイズ感になります。はいはい、じゃあちょっとドリフトのナイター走行とかしたら結構光りそうな感じですね。はい、じゃあこれがショープさんの新色ということで、マキさん、他は言い残したことはないですか。ショーアップいい塗料です。で最高ということで、まだまだ、ね、どんどんいろんな新色、はい、まだちょっと言えないですけど、はい、面白い塗料がいっぱいどんどん出てくるんで、はいはいはい、ぜひぜひお試しください。まあ、ラジコンペインターの方々はちょっと、ね、はい、注目してもらって、はい、ありがとうございました。恐縮です。はい、じゃあ、まあ、あとはあれですね、明日のお昼の10枚の行方がちょっと楽しみなんでね。はい、はいはい、はい、じゃあちょっとそっちはねまた何か、まあ、ショーアップさんのホームページで出るのかな、結果は。ショーアップと僕たぶんと、分かんない、マッキーさんも多分にありそうですね。僕多分あれライブ配信するかなんか、あ、じゃあ分かんないです。そっち気になる人はマッキーさんの、恐縮です、はい、そちらのライブ見てもらって、はい、貼っときます。YouTube チャンネルです。はい、ありがとうございます。じゃあ本日はこのくらいでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとマッキーさんにショーアップさんのコンテスト含めたブース紹介してもらいました。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、皆さん、マッキーさんの YouTube もぜひ見てください。恐縮です、皆さん、はい、良いラジコンライフを。はい、じゃあ、ありがとうございました。恐縮です。はい、ありがとうございます。じゃあ、また、ま、いろいろブース YouTube 期待してますので、ありがとうございます。頑張ってください。恐縮です。ありがとうございます。